はい、ということでルースターの佐藤です。グレープフルーツムーン高野橋さん。はい、三軒茶屋グレープフルーツムーンの高野橋明です。よろしくお願いします。ね、今日はね、もう、はい、普段の YouTube で言えないことを言おうの回ですよ。あのね、だいたい YouTube は、はい、私はいつもあの言っちゃいけないことは言わないっていうポリシーでやってきました。そうです。高野橋さんもそうでしょ。そうなんです。でも、うん、こうして2人会ったのは去年の緊急事態宣言で YouTube こう、YouTube、その後会ってますけど YouTube 撮るのはそれ以来です。そうです。去年の緊急事態宣言以来です。そうです。うちに前回はグレープフルーツムーンに佐藤さんが来ていただいて、はい、そこで急遽撮りましょうよってなったんですよ、はい、だから昼間の飲んでない2人なわけじゃないですか。そうです。今回はルースターさんに僕が今日ちょっと仕事休みでお邪魔して撮りましょうと僕から言いました。うん、はい、お酒は飲んでません。なんですかこれ、もうボトル名前入ってますけど。もうね、あ、でもね、いやいや全然大丈夫ですよ。もうこれだけですから。多少ビールは飲みましたね、うん。ビール飲んで赤ワイン飲んで、まあまあバーボン飲んで缶酎ハイ飲んでジャスミン入って今ところですから、だいぶいい塩梅ですよ。塩梅ですね。はい、打ち合わせを配信しようっていうことですよね。そうです、はい、だからあの、うん、目的としては、はい、普段言えないことをここで言おうということですね。ちょっと薄いですね、はい、ちょっと薄いですねじゃあありません、はい、あでもその勢いでね、はい、お願いしたいと思います。酒の力借りて言っちゃいましょうよ。まずじゃあ、 あの議題、はい、ね、はい、議題、はい、もう去年の緊急事態宣言からもう10ヶ月とかね、はい、11ヶ月とかになりますけど、はい、これでお互いライブハウスねこうやってきてどうなんだと、はい、ね、言いたいこともありましょう。あります、はい、ね、これをちょっとまず高野橋さんにぶっちゃけて、ね、言っていいこと言けないこと後からね編集 しますから。そうですね、言っちゃいけないことを言ってもらいましょう。言っちゃいけないことというか僕はですよ、はい、まあ世の中これ別にライブハウスがだけが大変なわけではなくて、はい、飲食店が大変なだけではなくて全部ダメなんですよ、はい、ではっきり言ってどう舵を取っていいのか分かんないじゃないですか、うん、いきなり、はいはい、うん、まあだからそれで、何が言いたいかって言いますとだいぶ酔っ払ってますね私。いや僕は全然知らない、はい、知らないですけど、ね、で去年1年間こんなコロナの時に負けないぞという動きをいろいろやりまして、うん、まあなんとかなりましたよ。ただ1月も当然赤字ですよこれは。当然なんですか。そうです、去年の年末おーっと思ったら1月からこのざまですよ。まさにこのざまですよ。でもそれは決して飲食店だけが大変でもないし、うん、ライブハウスだけが大変なわけでもないんですよ。何が言いたいかっていうとですね、うん、このライブハウス業界ってことを絞って言えば、うん、絞って言えば他のお店どうなんですかねって聞きたい。お、来ましたね。どうやってやってるのかなっていう単純に。いや疑問ですよ。そうです。で僕が Facebook とかに書いたわけですよ。何を？どうやってやってますかねみたいな。そういう意見交換会しませんかリモートでと。はあ、はい。はい。でなんか誰かこう引っかかってくるかなと思ったら一、うん、人でしたね。はい。もうとある女性が一人意見交換した。意見交換ほぼせず6時間ただ喋りながら飲んだだけだったんですけど、でも大事なんですよそういう、ああこういうこと考えてるとか、うん、そういう話の中からヒントが得たり、うん、そのお店もそのお店によってカラーが違うじゃないですか。違いますね。で同じやり方をしてもしょうがないわけですよ、うん、だからあこういうやり方してるんですねってでどうでしたとかうちはこんなやり方してみたらこんな風にうまくいったこともありますよこういうふうに失敗しましたよっていうのをこうすり合わせてこうヒントを得て考えればいいと思うんですけど、うん、誰もそこに引っかかってこない。そのいやでもそれ俺僕自身もその発信を見てなかったですから。あ、ちょっと知らないところ。僕一人ごと大きい一人ごと SNS で盛大な一人ごと。そうそう。なるほど。要は なんていうんですかね。こう別に僕組んだりが心配することじゃないかもしれないんですけど、僕はライブハウスという文化が好きなわけですよ。はい。その大きい箱ではないこのエレキを弾いてんのにエレキの弦を叩く音が聞こえてくるとか
もうライブハウスでしかないじゃないですか。まあ弦を叩く音を聞くには相当近くないと、はい、でもあの例えばあのなんていうんですか、昔でバイオリン奏ですか、ボリューム、はあ、あーそうですね、会場だったらそうですね、弾いたこの音があってピーンですからね。ですでもライブハウスだったらピーンうーんっていうじゃないですか。そのピーンが聞こえるのはライブハウスならではで、そうです、そうです、クリアに聞こえるし、うん、ホールとはまた違った、ホールもいいですよ、いいですけど、うん、やっぱ違った良さがあって、でお酒を飲みながらご飯を食べながら、うん、いい塩梅でいいライブを見るってこれ素晴らしい文化だと思うんで、うん、そのライブハウス自体を底上げしていきたいですよと思ってやってるんです。はい、手がうざい曲そのでもそういう風にどれぐらいそのこの危機的状況でライブハウス業界っていうのはみんな考えてるんだろうなっていうのがこう、あ、見えてこないというか、気づけば、まあ、見せてないですけどね。そう、あ、まあだから見せないパターンもあるじゃないですか、はいはい、見せずに。でもそれでやれてるんだって僕は全然よくて、はい、ただ僕ももう4年半寝れない時も毎日のようにこういろんなライブハウスのスケジュール見てるんですよ、はい、見てますね、某なんか言えないとこ見てますね。だってこういうことになるわけじゃないですか、え、こういうのとか延期とか年明けたら緊急事態宣言が出ることは分かってたわけじゃないですか。あ、分かってました、分かってましたね、分かってました、多分出るだろうなと思ったじゃないですか、思いました。いやー、それ対策、まあね、傾向と対策とか、うん、そういう飲食業ですから、うん、協力金をもらってる以上は、うん、飲食サービス業ですから、はい、飲食サービス業っていうのをぜひライブハウスの店長にもう一回辞書で調べてほしい。はい、飲食サービス業を辞書で調べると何て書いてあるんですか？ってあるか、僕がここで言ってしまったらみんなもう何言ってんだやつ終わっちゃうんで、はい、気にならせておきます。もう本当、辞書で調べた方がいいと思います。あ、本当ですか。はい、あ、知らないっていうこと知らないのかやつあるそうですみたいなこと夜な夜なやってたり、僕結構ね、いろんなやっぱりこういろんな知り合いがいて、はいはい、やっぱお客さんとかそのミュージシャンっていうかお客さんですよね。やっぱお客さんって正直ですよ。はい、いい他の、例えばうちのお店に来て、いろんなお店あるじゃないですか、はいはい、うちのお店に来て他のライブハウスのいいところはほぼ言いません。おただお悪いところは言うの、言う。おい、そんなこと言ったことないですよ人生一度たりとも。いや、正直なんですよ。それ本人意識意図してないかもしれない。お客さんが言うの、いいお店ですね。あ、お客さんが言うの、ね、そうなんです、はい、いいお店ですね。やっぱり気を使うでしょうね、大人なんで。はいはい、いいお店ですね、 ありがとうございます、はい、みたいなのがあった時に、はい、あった時に、いやーって、実はちょっとこの間、うん、見に行ったライブハウスでこんなことがありましたみたいな、そのお客さんが言うのね。店長になんかすごい雑に扱われてみたいな、はは、ここのライブは楽しいんでまたやってくださいみたいな言い方をするじゃないですか、さりげなく、さりげなく。でそこでスルーすればそれまでなんですけど、あ、そうなんだなって終わるじゃないですか、はい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 、で僕その後にその人の過去のスケジュール見るんですよ、うん、さ、どこに出てたか全部わかるじゃないですか、はいはい、と、あ、ここだなっていうのが結局わかるわけですよね。あ、そうなんですか。で、やっぱりそういうところのスケジュール見ると、うん、まあ空いてますよね。あ、空いてるんです。空いてること多いです。だってそこでやりたくないじゃないですか、これ。だからそんなこと考えてます。だからライブハウス業界を盛り上げなかったらどっかだけが残ってもライブハウス文化自体がもうダメになるじゃないですか。みんなで残らないと。あ、なるほどね。っていうことは、何かを共有していかなきゃいけないですね。そうなんですよ、はい、で、ただそれってもう去年から思ってたことで、はいはい、去年それをやっておかなきゃいけなかったわけですよ。ほう。で、今になってこの冬になってこうなって2回目の緊急事態宣言が出ましたとなった後に、うんうん、何かしようってもう遅いというか、まあでもやってましたよ、いろいろやってましたけど、その例えばね、はい、その緊急事態宣言っていうものが去年出た時に、はい、自粛してくださいと、はいはい、ね、なりましたよね、はい、で自粛した時に例えば配信ライブは自粛に当たるのか、はい、あるいはやっていいのか、はい、もう詰めてもらいましたし、はい、結局その配信はお客さんが直接いないからやっていいですよっていうことになりました。その後、ディスタンスの問題が起きました。はい、起きました。
お客さんと2メートル四方を空けてるんですよ。そうそう、ありましたね。で、100人入れるライブハウスが実験してみました、はい、そしたら7人しか入れなかったっていうのが上がってましたね、はい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 、で、その後、6月19日かな、50% までお客さん入れていいですよっていうような流れになってきまして、はいはいはい、でもその、ライブハウスってウォールスタンディングのところってここに100人、200人入れるのっていうぐらい狭いところに200人でしょ、はいはい、でそれが100人になったところであんま変わんないじゃないですよね、はい、でそこと例えばジャズクラブのような椅子テーブルがあるところが定員 50% っていうのが同率に言われていることになったんで、はいはいはい、それはおかしいということで、はい、その後立ち上がったのがその、飲食店レストラン的なライブハウスはそこと一緒にしないでくださいということで、はいはい、まあ、50% やってもいいですけど、はい、うちはこういうふうにやってますっていうふうな動きがあって、はいはい、でそういうのがあってっていういろいろあってのがありますから、はい、何もしてなかったわけではないです。あ、まあ、もちろんもちろん、はい、その動きはあるとして、それはもう業界全体にそういう問題が降りかかって、じゃあ例えば 50% しか入れれませんよ、うん、でもこの時点でもうキャパシティ半分ですから、はい、同じやり方成り立たないですよね、そうですっていうところですよね、はい、だからでも最初はもう今までにないこういう状態だし、うん、店も大変だし出演者も大変だし、お客さんもこう大腕を振って来てくださいって言えない状況だけれども、音楽の火を絶やしちゃいけないとかこういうのでお互い今頑張りましょうねっていうモードでやったじゃないですか、うん、やってました。でもお互い正規の本当の状態としては売り上げも成り立たないし、うん、本来もらうべき出演者のギャランティーも出ない、うん、っていう状態ででも頑張りましょうねってやって、でもこれ長引くぞってなったじゃないですか、うん、あったコロナが、うん、その場合にもう同じやり方では成り立たないわけじゃないですか、うん、だからそのじゃあどうするのかを動いたか動いてないかっていうのがすごい重要です。まずその、それで、一つは動いてたのがその配信ですよね。そうですね。で配信についてその、お客さん入れなくてもあるいは半分して入れても、はい、配信ライブで世界中の人が見れるっていうことで、はいはい、下手すりゃ100万人見るんじゃねえのっていう流れがあったんで、はい、ところが、はい、それも、ずっとずっとっつったってずっとじゃないですけど、はい、まあ去年の緊急事態宣言ぐらいから徐々に始まって、はいはい、全ライブハウスが配信始めたり、はい、あるいは出演者があの配信を始めたり、はいはい、出演者ミュージシャンそれぞれがね、はい、した時に、はい、例えばテレビの番組が、1チャンネル4チャンネル6チャンネル10チャンネル8とね、はいはい、ある中で見てたのと大違いで5000チャンネル、はい、今晩ライブやってますと、はいはい、これどれ見ますかみたいな話になった時に、はいはい、これは困ったなと、はいはい、ね、なりますから、で、ライブじゃなくても例えばボーカルの人が今日は自宅から雑談をお届けしますっていうようなのもその中入っちゃうわけです、はいはい、そうするともう見るもんしかないわけですよ、はい、全部、はいはいはい、となったらこれもうみんなね分散しますし、はいはい、一つに分散するだけじゃなくて、はい、もうライブ見たし、はい、配信で別にいいや的なことも徐々に起きてるわけです、はいはいはい、でそまあそこまで言っちゃいましたけど、はい、そのなんか、やんなきゃいけないよって言った時にまず配信があったんです、はい、でその配信の方がスターダストレビューじゃなくて何だあスタレビスタレって来た時にスタレそうあの来た時にね、はいはいはい、そのじゃあその次にどうしたらいいのかっていうことがまだ考えられてないわけです、はい、はいはいはい、だそこでそこですね、だから配信このだから先々で考えるということがすごく大事で、うん、はい、そのおそらくどの業界もそれ考えるじゃないですか、うん、先々先手先手ですよ、先手先手でいって、
例えば配信にみんな行くだろうなっていうのも読めましたよね、うん、あの時点で。そうです。で実際行き始めましたよね。始めました。でいろんなライブハウスがやり始めました。でももうその時点でこれが長くは続かないなっていうのはもう読めてたことですよね。いやこれね、だから両方あって、はい、これは緊急事態宣言とかもじゃなくてコロナが収束しても配信は残るだろうっていう説もあったわけです。はいはいはい。ね、これはまだもしかしたらそれはまだ生きてます。はいはい、残るかもしれない、はいはい、それはあるかもしれない、うん、なんでその、コロナがこれ伸びた時に、こういう今みたいにこう配信がちょっとスターダストレビューみたいになったとっていうのは想像できたんじゃないのって言われたら、はい、そうかもしれないです。そうですね。まあだからその要はそうならないで、お配信ライブって意外とすごいこう可能性も秘めてて数字も上がってきて、うん、本当にこの音楽業界この中から救うライブハウス業界を救うコンテンツになるなったなってなった場合は、うん、まずそれはいいじゃないですか。そうです。こんなにいいことないじゃないですか。でもそうならなかった時にじゃあどうするのか、うん、緊急事態宣言出ました、1ヶ月で収束させましょう、でもそうならなかった時どうするのかっていう、うん、その何かこう困難があったりハードルが障害が出てきたらその最悪のケース最悪のケースを考えて対応していかないといけないと思うんですよね。それがこう希望、もちろん希望を捨てるなっていうのはありますけど、でも希望的観測とこうリアルな現実っていうか、だから単純にじゃあ 50% どうしよう、これいつまでなんだと考えていくのか、 50% 入れれてるだけいいなと、うん、これが下手したら1ヶ月後に 30% って言われかねないな。でもし、まあ、このまま 50% 入れれたとして、これがあと2年続いた場合にどうやったら店が残るんだろうっていう考え方の人と、50% きつい、早く戻ってくんねえかなとか、協力金も来ないしな、あようやく協力金出たけど2万じゃなみたいな、うわこのままいったらやばいな、配信も落ちてきてるしなみたいなそこでは生き残れないですよねやっぱり、うん、なんでその最悪なケース最悪のケースで次々こう準備をしていかないと厳しいなとは思って、うん、私今でも思ってるんですよね。ちなみにどんな準備してるんですか。もうあの例えば配信お店ってなった場合は、うん、もうキャパシティ 50% だとしたら、うん、そのお客様からもらう、いわゆる客単価というやつですか、うん、その損益分岐点って決まってますからお店の、うん、これ以上売らなきゃ潰れるっていうのが決まってますから、うん、各お店がそれが例えば家賃が安くなるわけじゃないんで、うん、もうかかる費用はほぼ横ばいで一緒なわけですよね。でもそこでお客様半分だったら客単価を倍に上げなきゃいけないですね単純に、うん、じゃないと潰れるのであればその倍にする。でもお客さんからただ上げますよ、コロナだから上げますよではお客さん納得しないですよねやっぱり。なるほど。なんでそこにこれこの金額でこれは安くないみたいな、そのお客様もお得感があって、であとはライブハウスが残るだけじゃなくて出てくれるアーティストのやっぱりギャランティーというかバックチャージバックとかギャランティーとかというのはそのまあその入れれるお客さんは半分になったんで、うん、じゃあギャラも半分ですよって言うとやれなくなりますよねやっぱり、うん、なんでそれを確保しつつどうしていくのかなという、うん、それも含まれての売り上げも倍にしなきゃいけないんで、うん、そのあのお客さんごとの客単価というやつを、うん、そこにどういう付加価値をつけるかをもうやれると思うこと毎日考えてひらめいたアイデアはもうやってやって、でそれでどう楽しんでもらうかという未だにそうですけど、それがもう去年のやり方なんとかそれで去年なんとかなったものももう今年は多分通用しないので、うん、また何か考えなきゃいけないなと思ってますけど、うん、で配信に関してもただやってその前に持ち合ってたんですけど、初回って結構見てくれるじゃないですか、はい、2回目ちょっと減るじゃないですか、はい、やっぱ2回目減ったなって、うん、3回目何か考えないと飽きられるよね、うん、よくある会話ですけど、うん、もう3回目で見ないじゃないですかお客さん、うん、ってなっちゃうんで、なんでそれも考えてはいたので、
1回目から何かのシリーズのボリューム1でシリーズものにするか、うん、ドラマの連ドラ状態というか続くみたいな、これ次回どうなるんだろうなとかっていうのを仕掛けていかないとやばいなとは思ってはいたので、うん、そういうことは考えましたよね。やってますね。でもさすがですね。でもそれでもなかなか厳しかったというか厳しいんで今でも、うん、それがでもどういうふうにやってるのかなっていうのがその別にうちのやり方を隠すとかではなく、うん、うちはこうやってやってこの結果でしたという全然つまびらかで構わないので、うん、うちは、うん、なんかこういうふうにやったらこうだったよっていうのをもうちょっと円滑にこうライバル同士が話し合ってまあデリケートな問題だったりするんで言いにくいところもあるかもしれないですけど逆に今こそそれを話してじゃあこんなアイデアどうですかとかだからいろんなライブハウスにも行ってその同じやり方はさっきも言ったんですけど同じやり方は多分全部に通用するわけではないので、うん、この箱だったらこういうふうにしたらいいのかなと思いついたそういうアイデアをみんなで考えたりとかっていうのをおのおのしていけばなんか見つかってきたりもするのかなと思うんですけどなんかそういうこう動きもあんまり感じられないなっていうのは正直ちょっとでもそれが別にそんなことしなくてもなんとかやれてるからだったら別にそんないいことはないんですよ正直皆さんが、うん、いや俺思うのが、はい、まあこれ言っちゃあれですけど、はい、その、アンケートがあったでしょ、はい、そのライブハウスあなたのライブハウスはいつまで持ちますかっていうアンケートがあった時に、はい去年の8月に来たアンケートで半年持ちませんっていうので半数、はい、1年持ちませんで 90% だったわけです、はいはい、でさらにこのコロナの状況は改善しないので、はい、じゃあ 90% ぐらいのライブハウスがもう潰れてんじゃないかというのがそろそろ、春夏ぐらいになったらなるなと思ってるんですけど思ったんですよ当時そのアンケート結果で、はいはい、見ましたで、まあそんなになくなってねえなっていう感じがちょっと ありますよね、まあ確かにね、全国的に見ればここも閉店しちゃったっていう、はいはい、うちだって、あの全国に2店舗あったのが1店舗になりましたから店舗ね、それはもうありますけど意外とみんな耐えてるなとそうとは思います、うん、もちろん、うんはい、なんで耐えられたんだろうかなそこなんですよ、ね、潤沢な資金があるかなと思いましたなんかあれわけないよねあれみたいなやっぱそういうのちゃんと皆さん準備してんだろうなと思う本当に思いましたよ、うん、なんかなるほどなってうちももっと頑張らなきゃなみたいなのもありましたし耐えられないよね普通の企業だったらいや今ねファミレスでも何でも居酒屋でもそうですけど、はいどんどん閉店してるんじゃないですか、はいはい、店舗数減らして、はいはい、でライブハウスはチェーン展開してるところはそうそうないですから、はいはい、あの店舗数減らしますっていう言ったのはうちかどこかとか、はい、そんくらいですけど1店舗しかないところは減らすわけにいかないんでそうですよとりあえず残すと、はい、ねことですよねでその残すにしても明日生きていく金がないとかいう状況にまでなってなかったのかなっていうね、はいはいはい、こともありますね、はい、だからいや規模があるじゃないですかいろいろ で、ね、でかいとこ小さいとこ、ね、小さいとこはまだ分かります、はいはいはい、でかいとこは本当まずいじゃないですか、はい、そうですよ、ね、どう考えてもだからもちろんそれを見越して早めに閉めたっていうか、うん、その内情は知りませんけど今思えばそれも見越して早めに閉めたのがで落ち着いたら再開しようってことも絶対あるとは思うんで、うん、それはそれで正解だったのってある意味の正解だろうなとは思うんですけど、うん、なんかそうなんです意外とあれみんな大丈夫なのかなってその大丈夫じゃないけど、ね、じゃないはずじゃないですか、うん、でもあれ耐えてるなっていうでいいことなんですよいいことなんですけど、うん、でもそれでそのまま耐えれただったらバンバンですけど、うん、なんかこうでもそうですね、このままいってもしじゃあやっぱ結果ダメでしたってなってライブハウス業界がこうボンってなるのは寂しいんですよね僕としてはいやいやいやもうそんなことあってはなりますねならないと思うんですけどっていうかライブハウス例えばなくなっ大方なくなったら、はい、そのライブやれないじゃないですか、はいはい、
でライブやれないとなると、バンド組まないじゃないですか。そうです。でもうなんかバンド組んだとしても全部なんか打ち込みみたいになって、はいはい、ネット配信だけになっちゃったら、はい、そのバンドで生演奏する楽しみが減りますよね。そうですね。なんかだからそれどんどん縮小していく気がしますよね。どうしたって。そうですね。それを食い止める、食い止めましょうみたいな。そうですね。ただ最初にも言いましたけど、うん、これは多分なくならないと思うのは、そのさっき言った、うん、エレキなのに弦を叩いた瞬間聞こえるとか、そういう生でこの至近距離で音を体感できるっていうのはやっぱライブハウス特有のものだと思うんで、スタジオライブとかでいいじゃんって言われるかもしれないですけど、やっぱライブハウスってそういうこうもんじゃないですか。音楽を生で感じるっていう、その生音も聞こえてくる、うん、ライブハウスがなぜいいかっていうと、そのスタジオでライブしますって言った時にお客さんがね、はい、そのスタジオに入ってテンション上がりにくいっていうか、そのビール飲めないし、はいはい、そのご飯もないんですよ、はい、でじゃあもうものすごく機械的にじゃあ、何時からこれでっつってカメラがこうしてなんていうのをずっと見てるわけですよ、はい、お客さんがねスタジオ入って、じゃあチェック本番入りますみたいな、ずっとはいカットみたいなやってんの見たら、いきなりこうじゃあ本番10秒前5、4、3みたいな聞いて、いきなりテンション上がれっていうお客さんがねなりませんし、そうですね、はい、そのこうやったら笑ってくださいとか拍手してくださいみたいなの入ったら、はい、なんかやらされてるかも、まあ、そうじゃないですか。スタジオ冷めますしね。でも本当、はい、そういうんじゃなくて、はい、もう店でライブをこれから始まるっていうような感じで始まったって楽しいって、ね、みんなが楽しいっていう、はい、ようなものがやっぱ生演奏の醍醐味。ライブハウスですよね。もうまさにライブハウス。だから、うん、酒あり、料理あり、いい音あり、うん、楽しいその空間をみんなで共有すると、うん、それがこう狭いというかいい意味でですよ。狭い空間で共有する。まあもうその大小ありますけど、ホールとかみたいなボンっていうんじゃなく、やっぱライブハウスっていうこういう小箱で。そうです。大前提として我々のようなお店はテーブルがあって椅子があるようなお店です。そうですね。でみんなでね、はい、こう肩ぶつかり合ってこう上からこうダイビングした人をこうやってやってるっていうお店ではありません。もちろんそういうのも楽しいのは十分分かって、いや十分分かってねえな。僕もそういうの行きます。ダイブしたことないです。ダイブはないですけど、うん、はい、ダイブしたら誰もいなかったってことありましたけど。だいぶ前ですけどね。ああ、うまい。終わったがよろしいよ。終わんないまだ。終わんない終わんない。で、だから、ルースターさんに関しては音楽食堂って今もうですか。もう、ね、いや看板それ取りましたけどね。でもコンセプトは音楽食堂っていうことですよね。まあ、ね、その仕事終わってパッとこう来て も、うん、来ても食事しながら、うん、食堂にいながら生の音楽を聴けるっていう。まあ食べ物はね、大体刺して美味しくないです。って言いながらランキング取ってるんですか。ランキング。ウィークボーの。あ、ウィークボーのなんか美味しいよ。食べログ、うん。ランキングではないですよね。そう、なんかな、うん、ないみたいな。ないんじゃないです。ないだったら百何十位とかになっちゃったんですか。美味しいお店みたいな。そのそり上げる。すごいっすもん、だって。あ、豪邸ちょっと行くと、はいはい、そういう人たちが豪遊する店はブワーッと上の方にランキングされてますから、はいはい、うちみたいに庶民的な価格のところは上位には入りません。あ、うん、でも取り上げられたんですよ。いや、取り上がってないかもしれない。取り上がって噂ですか。噂になったのか、なってないのか知らないです。はい、それコンセプトっていうか、おのおのお店の、うん、で、グレーブルズムに関してはそういう、こう僕はうちまあ何人かもやっぱ担当がいるんですけど、うん、僕はこう常にソファーとかが多いんで、うん、こう知り合いというか友達の部屋のリビングに招かれてきて、そこにこうつまみが出て酒が出て目の前で生演奏を聴けるみたいな雰囲気を楽しんでもらえたらなっていうコンセプトでやってるので、そのお店ごとにコンセプトって多分あると思うんですよね。うん、やっぱりこう仕事終わった後にとか何かの記念日にご褒美で行って、うん、美味しいフルコースを食べて、うん、いいこの
料理を食べながらいい音楽聴いてっていうのはもちろんそれは楽しみ方としていいですし、なんかそういうのは一切関係なく、でも狭いんだけどパッて行って一杯飲みながらこう身近で聴いて、あ楽しいなっていう、それも絶対楽しいと思うんです、うん、そのお店ごとのカラーは絶対あると思うんで、だからいろんなカラーのところが残ってほしいですよね、やっぱり残ってほしいし、うん、俺これもうこれめんどくさいんで切って出てきてほしい。そうなんですよ、僕もやっぱり一応僕その、ね、趣味といえば食べ歩きぐらいなんで、うん、食べることにしかお金はほぼほぼかけないんですけど、切ったらさ、はい、切ったら表面焼けてるのに切ったらすげえレアなんだよ、そうでしょ、でひっくり返したらうわ裏焼いてないみたいな、そうだったら最初切って向こう焼いてる時切って、はい、あ焼けてねえやってもう一回ちゃんと焼いてくれと。あのうち地元が宮城県の栗原市って田舎なんですけど、はい、ほぼ田んぼしかないもんですよ、でそういうところのお父さんとかお母さんとかを、うん、もう娘さんが初任給もらったんで、なんかフレンチとか、ね、仙台とかのフレンチのフルコースとか招待するじゃないですか、うん、よくそういう会話聞きますよ、あ、切ってもステーキ、ビフテキ、ビフテキ食べたらなんか生だなって、ああそういうとかありますね、じゃあ初めてレストラン行った人みたいな感じ、でも本当そうですよ、なんかそうこの刺身なんか油かかってるなみたいな、あなんかこうマリネとかカルパッチョとか出てきても、あなんかま、なんかわさびくださいってよくするって言ってましたし、なんかそういうものだったりして、まあ、でも、ここでもまあそれ話ちょっと脱線しますけど、はい、ステーキとかそういうものに関してもよくこう昔だったら高いお店はこういうイメージがあったじゃないですか、でも本当に高い店って切って出てきます、ね、だって目の前に焼いてそうそうそう本当にいいお店で大体切って出てきますよ、そうそう、だから神戸牛、そうですよ、だからいやこうやって言う人はあまだ自分で切らなきゃいけないレベルなのねと、あなるほど、ね、あこれはまとめたこれからルッサさんのおこの道すがら、どういう道すがらを行く感じですか、お言っていいですか、はい、言ってください、これもね、内緒にしてましたけど、はい、言おうかな、じゃあちょっと言いますよ、はい、お、発表します、逆転、大逆転、はい、10倍返しします、はい、ジャンプするときって、はい、1回しゃがみますよね、はい、今しゃがんでます、はいはい、で、これドンっていくためには、はい、しゃがまなきゃいけないです、はい、で今力を蓄えてるんです、はい、ですがやってることは今まで通りのことやってるんです、はい、で、これがコロナ禍が終わった時にドンって復活したいんですよ、はい、だから、今はしゃがんでます、で何を復活したいかっていうとですね、はい、私今58歳なんですね、はいはいはい、で夢があります、はい、世界から来るお客さんが来るライブハウスを作りたいです、あいいですね、そうで58でそれを言ってるんですよ、はいはい、で、あと何年やれんのかみたいな話になった時に、はい、まあ仮に10年としましょう、はい、だから今しゃがんでますけどやるってなったらドンっていきますから、はいはいはい、で無謀にもやりますよ、だってもうじゃああと20年後くらいにはっていうことは考えられない、ああそうですね、うん、今動けるうちにやりますから、もう例えばオリンピックやるやらないもんがありますけど、はいはいはい、もしやるみたいになったら海外から来ていいってことじゃないですか、はいはいね、でそれになった時に、じゃあ海外から観光客も来ていいことになるでしょ、はい、もうライブハウスやっていいじゃないですか、世界中から来る人の、 はい、それだってそれはやっちゃダメっていうのはおかしいでしょ、そうなんです、ね、だから世界からお客さん来ていいお店はやっていいわけです、はい、その準備をしたいっていうのが現在です、でもいいですね、うん、いいですね、大きいですね、その我々が海外行った時に、はい、例えばアメリカ行きました、はい、地元の音楽やってる店行ってみたいでしょ、はい、日本に海外から来た時にどこの音楽やってるお店行きたいですかってなった時に、そのお店がルースターですっていう風に
なりたいんです。それは同じことを思ってます。マジですか。やっぱりもうそのよくやっぱ海外のライブハウスって話をする人とかもいて、うん、本当にチャージというか本当10ドルぐらいでパッと行って、うん、でもう信じられない人たちが普通に演奏してるみたいなので、そこに出てくる酒も美味しいし、何かそこでこう食べ物頼んでもめちゃめちゃ美味しいし、で全然気軽にはしごするみたいな、楽しいねみたいな、じゃあ次ここ行こうみたいな、それをその日本のライブハウスが全員一丸となって日本にそういう文化を根付かせようと思って本気で動いたら不可能ではないと思うんですよね。ただなかなか足並み揃わないじゃないですか、いろんな意味で。やっぱりまあね、だから俺だから、個人的にそれをやるのは難しいと昔から気が、はい、うすうす気がついてるんです、はいはい、だから大スポンサーさんが必要かもしれないなと、うんうんうん、例えば、はい、もう公共のでもいいかもしれないです、はい、はいはいはい、公共都のライブハウスと、はい、あ、面白いですね、公営、うん、そうそう、公営ライブハウ ス、あ、そう、面白いですね。前にね、そのラスベガスみたいなことを、はいはい、ね、お台場あたりにやりましょうかみたいになった時に、はい、うん、もう俺もうそこにライブハウス出したいって手を挙げたらって。ああ、なるほど、うん、はいはいはい、でそういうふうに、これを見てるあのすごい人たちにぜひ言いたいんですけど、それをどこにやってもらいたいのかと、はい、というか、はい、まず音楽を、はいはい、日本の音楽シーンは世界に通用します、はい、で通用しますんで、海外からのお客さんを招き入れた時に日本でこんな音楽を楽しんでほしいんですっていう場所を誰に作らせたいかっていうことをやらせてください。それを私やりますんで、世界、日本のスポンサーの皆さん、そして、政治家の皆さん、東京都のお偉い人、やらせてくださいっていうことを言いたいわけです。なるほど、それはいいですね、うん、佐藤さんにやってほしいな。そうそう、でやってほしいって思えてもらったら本当に嬉しいですし、はいはいはい、そしたら前説は英語ですから。素晴らしい。手品も英語ですからね。これからノバに通ってやるわけですね。いや、もうもう十分20年通いましたから。分かった。英会教室は。なるほど、まあ、じゃあもうそうです、うちもそうなんです。東京オリンピックに目指してスタッフ全員で英会教室始めたところだったんですよ。あ、そうなんです。やっぱり海外から来れる人多いんで、うん、その英語で対応できるようにしようっていう動きをした矢先に、まあこういうコロナのこのざまですよ、うん、やっぱりそうですね。ちょっとこのざま、このざま好きですね。そう、このざま好きです。お酒ないじゃないですか。お酒、僕はお酒嫌いですから。ちょっとビール持ってきてくれる。ビールもう、ぶっちゃけますか。はい、いや、これハーパーでもいいですけど。これだって高梨さんのお酒ですから、これは飲みませんし。僕の酒が飲めないって言うんですか。いやいや、そうじゃなくて、お客様入れたボトルを店主が飲んでる店なんて八王子のどっかの店いっぱいありますよ、そういう店。ヘパリーゼありますけど。あ、すいません、あ、いいですね、申し訳ないです。これを頑張って乾杯しますか。はい、乾杯。じゃあ乾杯。言いたいことこれから言いますからね。そうですね。うん、どのカメラに向かってずーっと見てる。マスク飲みしようとしてましたね、今ね。こうやって飲まないとダメらしいですか、こうやって。こうやってね。紅茶飲んだ方がいいですよ、紅茶。紅茶。あ、ジャスミンティーでもいいですけどね。はい、カテキン飲みなさい、カテキン。佐藤さん、その公営のライブハウス。そうです。いや、それが絶対面白いですよ。そうですよ。だからやっぱりその文化を世界に通用するものにしようとしたら、うん、やっぱり国が動いてくれないとダメなんですよね。国を上げてやらないと絶対ダメで、うん、例えばそれを感じたのが、台湾の、うん、夜市ってあるんじゃないですか。その夜こう屋台が出て、うん、夜市とか夜市で、いろんなこうでっかい夜市、シリン夜市とかいろいろあって、そこにみんな夜な夜なこうご飯を食べに行ったりとか、こう屋台村みたいになってるんですよね、夜で。深夜とかもそこで食べれると。で、観光客が行くじゃないですか、うん、でもこれ正直こう衛生面とかがちょっと微妙だったんですよ、うん、特にこのご時世はね。はい、でもそれがなんか聞いた話によると、何年か前に政府からお触れが出て、うん、
観光スポットになってたんで、夜市を、うん、その夜市の衛生面を強化しようというので、うん、国を挙げてやったらしいんですよね、うん、でその僕前と後に行って、でそれがあって行ったら、うん、日本の下手する屋台より全然綺麗なんですよ。変な匂いもしないし、こうシンクとか調理器具とかみんなピカピカなんですよ。で、あれこんな綺麗だったかなと思ったら、そういう政府からお触れが出て、多分まあもちろんお触れが出るってことはお金も出たんでしょう。やっぱり国を挙げて夜市を観光スポットにするぞっていう動く国が動いたところで、多分そのそういうふうにこう綺麗になったりとかして、うん、やっぱり。みんな行きたがるし、行ってもいい印象になるじゃないですか、やっぱりこう明るく。で、もう僕台湾は好きなんで、うん、何回か、まあ言ってもその何回かしか行ったことないですけど、その下手すれば日本のこの歓楽街より治安も良さそうだしみたいな、うん、多分台湾の方が治安がいいですし、うん、夜とかもそういう風に健全にこう食べたり飲んだりして遊べるっていう、まあ今、まあもちろんコロナが落ち着いたらですけど、うん、そういう風にやっぱり国が動くと新しい文化ってできるんだっていう。ああそうで撮影に行ってたんですけど、例えば撮影とかでも台湾は国定公園みたいなところを3ヶ月もうこう封鎖してオープンセット作って国がバックアップして映画を撮らせるっていうのがあるわけですよ。へえ。日本絶対じゃないですか。ない。なんで、なんだったら揉めるじゃないですか。揉める。それ貸せないみたいな、うん、いやみたいな。だから結局トータル的に言うとライブハウスだけじゃなくて、やっぱり文化を底上げする動きって日本はまだやっぱ足りないんだと思うんですよね。まあそうかもしれないですね。だからそれはなんとかこうしたいなっていう。でもそういうライブハウスとして、そういう公演のライブハウスっていう考え方、僕は今言われてハッとなりましたけど、それは確かに面白いですね。面白いし、いやすごいですね。今日一の僕なんか何かが今こうヒントってふわってなりました。体。あ、そうですか。考え方はいいな。もうあのだ、あの俺が俺がっていう人よくいるじゃないですか。相手で飲み屋で。相手で。あ、僕じゃない。飲み屋で。はい、飲み屋じゃない。はい、で、あのでもこのライブハウスにおいてこういうことを言ってる俺が俺がは多分そんなにいないと思うんですよ。はいはい。このライブハウスはこういうもんだとかいう俺が俺がの人はいるとは思うんですけど、はい、その国交えて、あるいはこう、ね、こう世界にの人が来た時におもてなしするライブハウスはどこなんだっていうことをやりたいわけです。ああ、面白いですね、うん、それは面白いですね。それやりたいな。なんか今日こう酒飲みながら話しましたけど、はい、でもすごいいいのが出ましたね、いいフレーズが。そうですね。いや、それは面白いな。そうですか。それじゃあどうやったら、もうなんか定期的に来ていいですか、この YouTube。 あ、やりましょう。で、ね、次はだからそれを実現に向けるためにどうしたらいいかという話もしていきましょうか。例えばアイデアを出したりとか。そうです。だからいいんじゃないですか。事と次第によってはこうライブ配信したりしてもいいですよね。チャットでいろんな意見を求めつつとか。そうですね。そういうのも面白いですね、うん、やってみますか。やりたいです。酔っ払ってからちょっと危険。大きな動きにしたいですね。しましょう、うん、そうですね。だってさ、日本、世界に来て、世界から日本に来て、ここ音楽聴きましょうっていうのが日本が今まで思ってましたかって話ですよ、はいはいはい、日本の人々が、ね、え、世界から日本に来て音楽聴いてくれるんですか、うん、今までは日本から例えばドイツとか、うん、イタリアとかヨーロッパ行ったりアメリカ行ったりして音楽を聴いていた立場だったんですよ、はい、日本人がカメラ持って、はい、その逆なんですよ、もう、はいはい、やりたいのは、はい、世界から来て日本のミュージシャンを聴いてくれということをやりたい。なるほど、うん、もう平成じゃないですよ、はい、令和ですよ、はい、ということで世界中に、だってだってもうもはやだって日本の曲が世界に、そうですよ、そうですよね、売れてるらしいじゃないですか。そう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 。だから全然カノ姉妹ですよ。カノ姉妹ですね、うん、出ましたカノ姉妹。はい。まあ僕そのだからそういわゆる音楽という方に関しても日本の音楽っていうのも面白いですし、うん、もちろんそれはすごくいいことだし、僕結構この岡倉をやったりとか伝統芸能とか好きでやってるので、うん、
その、そういう日本古来のものももっとアピールしたいし、そういういろんな、もちろんその純粋な日本の音楽とか日本の伝統芸能とか、だから飛び出して日本の文化というか、それをこう海外から来た人にどう楽しんでもらうかっていう、そういう、そうですね、総合エンターテインメント、それは面白いですね。だから歌舞伎とかそういうものはすでに外国の人たちは結構見てましたけど、音楽という、うん、そういうね、なんかだから本当にお台場で1個で済んじゃうみたいなことでもいいと思うんですよ。もうストリート作るじゃないですか、はいはい、音楽の道、あ、いろんな店がある、そうそう、関東じゃなくて、うん、こうそういうとこ行って食べて飲んで、クラシックもあって、あ、いいな、クラシックもあったり、もう 全世界の音楽がこの通りにライブハウスがあって、全部うわやりて、全部チャージタダです。あ、いいですね、全部チャージタダ、もうパッと入って飲んで食べて気軽に見れてはしごできるってことですね。そうです、それがやっぱりそうだって言いますもんね、うん、海外は。それやりたい、それやります。だからもうそこに集中するぐらいでもいいかもしれないですね、ライブハウス、うん、最終的には。もう最終、いや集中しなくてもいいけど、そのそういうことをやる通りが欲しいですね。あ、ライブハウスは全国にあっていいと思います。あ、もちろん、はい、そうですし、そのだから今やってるお店プラス2店舗目をそこに出すでも面白いじゃないですか。そのいや全然いいです、ここ2店舗、うん、そうそう、いやラーメン博物館的な、そういうことです、そういうことです、それいいじゃないですか、はい、動きましょう、僕もなんかできることあったら、そうですね、小さなあのこうところから結構ドカンっていくんですよ、はい、その物事っていうのは。そこの料理はプロデュースさせてください。やりますか。僕あの台湾、まさに台湾行って、はい、あの台湾で出てきたその牡蠣、牡蠣が有名、まあ牡蠣が名産で、牡蠣を使ってなんか雑炊セットみたいなの出てきたんですよ。台湾雑炊の、うん、僕でも台湾人に作った台湾人が美味しいって言ってましたもんね。だから絶対言わせますよ、もう言わせます、言わせます。イタリア人のリゾット食べて美味しいって言いました。あ、本当です。イタリアでだってサイゼリアがうまいっつって言われて、日本人の口に合わせるのは得意だと自分で思ってたんですけど、うん、多分日本人の口に合わせるのが得意というのプラス、やっぱ日本人の舌って超えてるんだと思うんです。バランスとかすごいじゃないですか、出汁だなんだ、あ、そうですね、塩味だ、バランスの世界なんで、多分日本だから日本食が美味しいというのもそこだと思います。難しいのがね、笑いはね海外で違うじゃん。本当にね、そこら辺はちょっともう勉強、もっと勉強してって、うん、むしろそのなんかちゃんとした人に前説してもらって説明してもらおうかなと思います。そうそう、なんか前僕もそれ教えてもらいに行ったことあるよ、その映画、英語詳しい人に、うん、なんかこう前説でワンフレーズで笑い取れる英語のフレーズないかっていうのが、うん、なんかそのいわゆる頭が痛いなみたいな、なんかこう、ああ頭痛いどうしたのみたいな、なんか怪我ないからねみたいな、こう例えばそういうのを外国人は受けるよみたいなのを言われて、そのなんかああヘディックみたいな、でどうしたのって言ったら because of this みたいな、で実は笑うよって言われて怖くて言えなかったですけど、まず通じなかったらどうしようみたいな、そういうことなんですよね。そういうのを勉強していくのはいいですよね、やっぱり、まあ、もう本当そろそろまとめた方がいいと思うんですけど、ね、長い、相当長いよ、相当長いんで、まあ、切りますけど、うん、こう、なんだろう、やっぱりそういうこと考えたりとかビジョン持ってとか進んでいかないことに何度もならないと思うんですよね。もちろん、まあ、自粛することは別に悪いとも思わないですし、だから今おのおのの世界で今生きてるじゃないですか、うん、だからもう誰がああだこうだってこう他人に言うのはもうちょっとナンセンスで、各々の世界で生きるしかないんで、やっぱ考えてもがいて進んでるしかないんじゃないですかね。いや、もう本当にそうです、うん、それしかないんですよ。あの、苦しいなら苦しいなりにどうやったらいいのかっていうことを楽しんでやれ、そうなんです、そうです、楽しんでやらないと絶対できないです、うん、苦しいと思って、はい、苦しいと思ったらダメって思ってるんですよ。そうです、でもこれは苦しい時はどうやったらいいんだろうって言ってなんか打開策を見つけるっていうことを楽しもう。そうそうそう。もう去年それしかなかったです。うちというか僕もうちのスタッフもそうですけど、うん、とにかく楽しんでやれたことがもう
唯一にして最大の去年乗り越えられた要因だと思ってます、うん、その楽しめた、みんなで楽しんでやれたって、毎日楽しくいろんなことを考えてやったっていう、いいことですね。もちろん苦しいこともあるんですけど、うん、じゃあ苦しいからって誰も助けてくれないじゃないですか、別に。まあね、そうですよ。そうですね、まあ助けてくれてますよ、だからその、ね、なんかほら、T シャツとか、あ、もちろん、もちろん、そのトートバッグとか、その、ただ、いわゆるこう、いや、お上ですよ、うん、だからお上とかを当てにしててもしょうがないんで、うんうん、まあね、そう、で、そういう意味では、もう本当にクラウドファンディング含め、グッズ販売含め、もちろんライブに来てくださったお客様の配信含め、お客様に支えられてるじゃないですか、ライブハウスって。そうですね、本当にありがたいなと思いましたし、うん、逆に何かを打った時に、やっぱこれだけの人が支えてくれたんだっていうのも心の支え、かなり大きかったですよね、うん、なんでそれに これから恩返しどうやってやっていこうかなっていうのももちろんありますし、本当にだから、いや、メッセージとか来るわけですよね、はい、T シャツ買っていただいた方からね、はい、頑張ってくださいとか来る、はい、来ます来ます、ね、来まくりますよ、キマクラチョコでしょ、キマクラチョコで、そうすると、うん、頑張るじゃないですか、はい、全然こっちはそうです、頑張るっていうか普通なんですけど、頑張ろうとか思わなくても頑張るわけですけど、はい、まあより頑張るというかね、そう、そうです、うん、まあ、本当にあれ救われますよね、あのメッセージって、その、うん、もう当店しかり、そのネットストアとかでメッセージもらった時に、うん、全部本宅返したいと思いつつ日々の業務に追われてたりするんで、でも目はやっぱり全部通しますよ、通しますね、通すし、ああと思いますよね、やっててよかったなみたいな。去年のだから緊急事態で出た時の直前にライブハウスでクラスター発生しました、緊急事態です、はいはいはい、で楽器持って歩いてるやつが石投げられましたとか、はい、自粛警察がライブやってるところを攻撃しましたみたいな、はい、なった頃が本当ずんどこじゃないですか、はい、あ、ずんどこ、はい、ほんとこじゃないですか、ね、でそれがだんだん楽器持って歩いてもいいみたいになってるじゃないですか、はいはい、なんで頑張ってればいいことあるんですよ、はい、そうですね、うん、本当にそういう面ではだから感謝もすごくしたし、いろんな出会いがあって、去年ほど感情動いた年ないと思うんですね、本当ですね、的に本当だから普通にライブやれることが幸せだって前ここまで思わなかったじゃないですか、思うんですよ。僕緊急事態宣言明けて久々お客さん出て、僕も毎節やるんですよ、佐藤さん見習って、はい、で出てってお客さんが入ってるのを見て、グッと来ちゃって一言目なかなか出なかったですからね、そうですか、光景になんか出てった瞬間拍手来たんですよ、わーって拍手受けたらなんかジーンとしちゃって、お客さんいるなと思って、分かる分かる分かるっていう、そのいつもよりも本当にキャパの 20% ぐらいでしたけど、でも、ああお客さんいるなっていう、あのなんかジーンとした感覚は忘れられないし、忘れちゃいけないものなんだなと思います。わかるし、はい、俺の配信の時もそれ、一発目がそれだった、映った時コメントが入るでしょ、はいはい、あ、ルースターだって書いてある、はいはいはい、で、ルースターだって書いてあったら別に普通なわけですよ、ルースター映してるから、はいはい、でもそこで、あ、ルースター映ったって、はい、なったら、すごい行きたいのに行けなかったのに、ルースターが画面で映ったっていうのが、もう何、涙なくしては、グッと気まくりっちゅうもん、そうそうそうですね、そういう感じです。そう、配信のコメント結構ありますよね、落ち着いたら行きますとか、そうそうそう、一度は行ってみたいお店ですとか、うん、あれも相当支えられますよね。そうですね、やっぱりそうです、そうです。うちもこう別にグレープルズムーンとは後ろには書いてないんですけど、こう後ろのこうモニュメントみたいなボタンをこう曲げたやつが印象的なんで、それ見てグレープルだってこう言ってくる人も多くて、うん、で、そうですね、ルースターさんはルースターっていうのロゴを入れて撮ってくださいって言ってますもんね、毎節ね、そうですね、何のためにロゴあんのかって言ったら、そう、写真の後ろに拡散してほしい、そうそう、いやでも本当そうですよ、そういうこと一つ、飾りじゃないんだ、飾りじゃないんですよ、これね、グレープさりげなくこう来てるの、これうちのグッズです、ね、でもそういうことを考えながらやるっていうのを、だから佐藤さんちょっとこれやっぱ定期的にやりましょうか、そうですね、定期的にもっと密にっていう、そのやらないと話し合ったり時間を取って飲みましょうか、いや
飲みましょう。なんか最初の流れではなんかこう言っちゃいけないことを言うようなスタートをしたはずだったんですけど、はい、普通の大丈夫ですか？大丈夫。でもやっぱりライブハウスがはいいとこですよねっていうことなんだろうですよ。だからそっちの話に行っちゃうんですよね。うんと、いや俺本当ね、他店がどうこうとかそういうことは今に始まったわけじゃないので、前からどうなってんだみたいな。そうだって10代の頃、いや、じゃあ10代は分かんないな、20代の頃からライブハウスがいろいろあって、はい、それぞれで、なんかそれぞれ言うことが違うじゃないですか、はいはいはい、俺、ある時にね、神楽坂にライブハウスあったんですよ、はい、ロックので、一回電話して、なんか出たいんですけどみたいな電話した時に、はいはい、衣装は派手ですか、動きに自信はありますかって言われて、はいはい、音楽の話じゃないのと思ったんです、はいはい、で、と思って、じゃあまた電話しますって言って、これまあ最初にブッキングの条件として動きと衣装なの。なるほどね。その人が、電話出た人がブッキングの人だったかどうか知らんすけど、はいはい、それを言われた時に音楽で判断しないのっていう思ったんですよ。で、それくらいそのお店がなんかいろいろ違うんですよ、考え方が、うんうん、まあその時自分も若かったんで、出れる店なんか限られてたわけですけど、まあその時はなんか、って若いなりにもびっくりしましたが、僕も普通に、まあ、ドラム叩いたりとか、その自転車として行く時もあるんで、うん、まあ箱によってもう様々ですし、でキャラクターも違うじゃないですか。やっぱでも、ああ面白いなって思われば、いい箱だなと思えば、やっぱり自分もあうちもこういう風にしようと思うし、うん、でも、もうふざけんなよこんなのっていうところあるじゃないですか、うん、何なのこれってとかさ何なんだろうと思いますよ。お客さん、あごでこうやられましたもんねじゃあこの辺で今日お開きしようか、はい、ということで、はいはい、じゃあなかなか、もしくは最後まで見てる人いるんだろうかっていうところもありますけどね、はい、ということで、はい、だいぶ決決定して三軒茶屋グレープフルーツムーンの高野橋さんでした、はい、ありがとうございました。ルースターの佐藤さんでした、はい、またお会いしましょう